どうも、くまき音楽チャンネルです。本日はこちらの NEXG2 というギターを紹介していきたいと思います。今回、エンヤミュージックさんよりご提供いただきました。ありがとうございます。先に言っとくんですけれども、私このギター、マジで気に入っていて、もうメインギターがこちらのギターになっています。どういうところが気に入ってるのか、どういった点ですごいのかなどはですね、こちらの動画で紹介させていただきたいと思います。ということで、このギターまずどういうギターなのかっていうと、いわゆるサイレントギターというものの一種になっております。これスピーカー付きなんですよ。だからこのスピーカーを、まあ、オフにしてる状態、この状態で弾くとぐらいの音量なわけですね。意外になるんですよねサイレントギターって言いますけど結構なるんですよ。まあとはいえアコギよりはもちろん全然音量は抑えられるということで、なんかお家でこう練習したいなっていう人にもちろんおすすめなサイレントギター特有の特徴はあります。とはいえまあちょっとサイレントギターにしては大きめだよねみたいな感じです。でですね、このスピーカー内蔵って言いましたけど、このスピーカーがすごくてですね、ここに、はい、タッチパネルがあるんですけど、このつまみ回すとね、音量上がっていくんですが、この音量の上げ幅がですね、結構すごくて、今これで7ぐらい、体感ではですね、まあ、7、8ぐらいでもう普通のアコギっていうか、まあ、エレアコかなぐらいの音量出てるなって感じです。で、10とかいくともう大きいアコギみたいなドレッドノートぐらいの音量出るなって感じです。で、これどこまで上がるかっていうと16まで上がるんですよね。だから10でフルアコギぐらいの音量があるにもかかわらず、16だとどんぐらいになるかっていうと、はい、こんぐらいになります。めっちゃでかいですこれまあぐらいの幅があるんですよね。で、私はもうこの点がまず良くて、っていうのも今私家族バンドっていうのをやってるんですよ。こんな感じで家族で歌ってるんですけど、だから音量調節って結構大事なんですよ。そういうのが手軽にできるんですよね。で、まあタッチパネルっていう風に言いましたけどね、これもすごくわかりやすいです。で、どんな機能ついてるのかっていうとですね、よくあるまあドラムの機能、リズム出したりだとか、あとルーパーがついていたりだとか、あともちろんいろんな音色出せますね。専用のアプリ使えばこの音色自体もイコライザーで自分の好みの音に変えることができるわけです。まあそういう話っていうのはですね、この NEXG2 のレビューをしてきた方々がたくさんしてくださっているので、もう私はですね本当にリアルにこのギターをメインギターにしたっていうところを軸に話をした方がいいかなと、もうリアルな言葉で届けたいなと思っております。まあ、まず音量自由に調整できていいよねって感じです。で、私はですね別に音色をこう変えることに対してはそんなに魅力を感じてません。今これロックモード、ちょっとディレイとか残ってますよね。ほら、さっきと全然違うんですよ音色が。音色いろいろあります。ロック、今のロックで、これフュージョン、変わりましたよね。ちょっとコーラスがかかるというかね。で、あとラボっていうのもありますね。ラブかな、みたいなのがあるんですけれども、私は基本的にはもうこのアコースティック一択ですね。アコースティックでやっています。なんで別に音色の多さとかってそんなに重宝してないんですよね。なぜならまあ弾き語りたいだけだからですね。バンドとかでやる人にはいいかもしれないですけど、まあこれリアルな話なんですよ。でもじゃあ何をそんなに気に入ってるかっていうとですね、まず一つはカーボンでできてるってこともあって丈夫なんですよ。この温度とかにあんまり左右されない、気温とかに、湿度とか、だから同じ感じで弾くことができるんですよね。木製のギターだとまあ当たり前なんですけど、湿気で膨らんだりして弾き辛くなっちゃったりすることあるんですよ。まあだからこそなんか味のある音が出たりするので、木製のギターもね私は大好きなんですが、いろんなところに行って演奏したりとか結構使い倒すので、私は丈夫さっていうのはまずありがたいんですよね。あとですね、弾きやすいです。弾きやすい、シンプルに。これ結構ですね、弦高が高めに設定されてるんですけど、なんか一定の間隔で高めなんですよね。だからここで弾いてても、ここで弾いてても、まあ割と同じ弦高の高さを感じるんですよ。でもそれが弾きやすいですね、シンプルに。あと練習にもなりますね、その状態に左右されないということで、自分の本来のスキルが上がるなっていう感じはしています。あとですね、三つ目の良さは、周辺機器もすごいっていう話です。まずシンプルにわかりやすいのがですね、マイクですね。私はデラックスセットっていうのを、ご提供いただいていますが、結構ですね、エンヤのギターは値段に差があります。まあわかりやすく言うと、安いものから高いものまでいろいろあります。
ありますよって感じです。なので自分の状況に合わせて選択してもらえればなと思うんですけれども、それよりもお手軽な NEXG SE っていうのもあるんですけど、そっちでも私の望んでいるものっていうのは結構手に入るなと感じてます。丈夫さだったり弾きやすさだったり、あとスピーカーで、デラックスセットだとこのマイクがついてきて、 SE の方のセットだとヘッドセットがついてくるんですよ。で、私が今から説明することっていうのは、ヘッドセットの方がワンチャンいいまであります。まあ、どういうことかっていうとですね、これ、はい、今電源入れたんですが、何が言えるかっていうと、みたいな感じで、はい、弾き語りできるよってことです。そっちはどうですか、寒くないですか、よければ返事をくれますか、ラー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 ルールールール、あなたのことを歌ってるよ、ラー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 ルールールール、ずっと乗せてゆくの。ということで自分の曲をね、弾き語りしてみましたが、まあこんな感じでですね、もうなんかいきなりライブができちゃうわけですよ。まあ私ん家にはスタンドがあるのでね、マイクスタンドがあるので、これにさっきのマイクをパッとつけてもうすぐできちゃうっていう、ワイヤレスの状態で、これすごくないですか。もうストリートライブやろうってなった時にすぐできちゃうっていう。ほんでですね、さっきヘッドセットもあるって言ったじゃないですか。マイクスタンドない人はヘッドセット使って、もうこれすらもなくですね、ものすごい身軽な状態でできちゃうっていうことですね。これはむちゃくちゃいいなと思いました。一度 Bluetooth で接続してしまえば、もうあとはマイクの電源入れるだけで勝手に接続されますので、もう本当に早いですこれ。あとですね、ヘッドホンつなぐこともできるんですよ、このギターに。ヘッドホンつなぐとこのスピーカーからじゃなくて耳元から出るので、手軽にライブの練習もできてしまうっていうことですね。むちゃくちゃいいですよこれ。あとですね、デラックスセットの方だとこのフットペダルスイッチがね、ついてくるんですよ。さっきね、さらっとルーパー機能あるんですよこのギターっていう話してたんですけど、フットペダルスイッチがあることでそのルーパーがガゼンやりやすくなるんですよ。なくてもできますけどね。そもそもルーパー使うとどうなるのかっていう話ですが、まあ有名なところで言うとね、エド・シーランとかがよくね、ルーパー使ってやってたりするんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ。いろんなフレーズをループさせて音楽を作っていくと、アコギ1台でもそれなりのサウンドが作れてしまうっていうね、100分は一見にしかずということで、実際にやってみたいと思います。ファーストトラック1個目を入れました。さっき私が弾いたアルペジオ入ってますので、ここからだんだん音を増やします。入ってってますね、音がね。どんどん重ねていくことで、まあ楽しいですね、セッションです。絶対できませんからね、同時に演奏してくれる人がいるとできないからね。みたいな、完全にアドリブですけど、すっごい適当にやってるのにそれっぽくなっていく。で、これとセッションするみたいな感じですね。みたいな、いろんな使い方あると思いますね。楽しいんですよこれ。で、この録音とか再生のボタンがですね、この足のスイッチと連動しているわけですよ。うん、もしこれのフットペダルがなかったら、こっちで、はいスタート、はいスタートってやらなきゃいけないわけですね。このタッチパネルを押して。でもそれがないので、このフットペダル、すごい便利だなって感じです。これがあることによって、ライブで一気に使えるようになってくるなっていう感じです。まあ、ライブでこれ使うの、結構練習が必要ですけどね。私も、ダーバミン自体にもルーパー機能ついてて、そっちはフットペダルがないので、手動でやるしかないんですよ。まあ、それぞれでいいんですけど、なかなかライブで使うとまではならないっていう感じですね。どんどん加えてみました。はい。なんかイベントの時の
BGM 作りとかに良さそうですよね。だからこれがワイヤレスでできてるのすごくないですか。さっきのマイクも同時につなげます。こいつを録音することもできるんですよ。つまりこいつを録音することもできるんですよ。こいつを録音することもできるんですよ。ダブリでね入りましたけどね。つまりこういうこともできます。まあみたいな感じで声も録音することができるわけです。だから無限の遊びができるわけですよね。で、まあ、デラックスセットの方は、このマイクとフットペダルと、あとイヤホンとかね、あと充電スタンドとかもついてくるんですけど、私みたいな使い方をしたい人は、そっちのセットがいいかもしれないですね。さらにですね、そのセット外、インヤミュージックの単品で売っている周辺機器っていうのもものすごく良くて、このストラップ、マグネストラップっていうんですけど、まあ、こうやって肩にかけて使うストラップですね。こいつもむちゃくちゃ良くてですね、何がいいって、ですね、見えますか？ここがマグネットで繋がってるんですよ。最初これ紐だけなんですよ。まあ、どういうことかっていうとですね、すっごい簡単に外れるんですよ。はい、外れました。で、この状態なんですね。最初この紐だけこうつけるんですけど、うん。で、ストラップはこうマグネットで繋がってるので、つけるときも、よいしょって。はい、これだけです。これで、もう落ちません。はい。すごいですよね、これね。だから、ちょっとストラップ外したいなみたいな時は、こうやって、こっちの方も同じなんで、外してしまえば、はい、ストラップ簡単に外せちゃうということですね。かつ、簡単につけられる。で、しかもですね、これ、ほんと僕、普通に今使ってるんでよくわかるんですけど、外れないんですよ。それがね、ほんとにストレスないんですよ。むちゃくちゃ気に入ってます、このマグネストラップ。これだけでも買う価値ありますね。なんか3000いくらかな、うん、ぐらいだったと思います。今の価格でね。いや、これ本当にストレスフリーなんでむちゃくちゃおすすめです。マグネストラップ。っていうのがあったりだとか、あとですね、このギターはですね、チューナー機能がついてるわけです。まあ、とはいえですね、こうやって起動して、いちいちこうやってチューニングして、自分でこう、ペグ巻い、ここね、巻いて、揃えるって、ちょっと初心者の方にはハードル高いんですよね。で、しかもこのチューナーすごい大事で、ずれてたらもう、どんなに上手い人でも、もう気持ち悪い音になっちゃうわけですよ、チューニングがね。うん、っていうのを一気に解決してくれる周辺機器もあります。それがこれです。オートチューナーですね。チューニングしようってなった時にペグに当てて、はい、鳴らします。これ巻いてくれてるんですよ。音聞いて。合わせてくれてるんです。はい、6弦の音を E に合わせましたよって今出ました。はい、こんな感じで全部の弦でサクッとチューニングができてしまうわけですね。まあよくね、自分でチューニングした方がいいという方がいますが、まあそういった方は別に自分でチューニングすればいいと思うんですけども、そんなに自由なんですよ。ただ僕が言えるのは、なるべく初心者の方は障害は排除した方がいいんですよね。なんでかっていうと、めんどくさくなってやめちゃうからですね。で、やめちゃうと非常にもったいないと。どんな人でもギター弾き語りってできるようになる可能性あるんですよ。だけどやめちゃったらまあゼロなんですよね。で、そういったそのチューニングの障害とかをささっとね、排除してくれる。オートチューナー、非常におすすめです。これで正しい音を覚えたら自分でも合わせられるようになるんで、入門としてものすごくいいなって思ったのがこの周辺機器の一つ、オートチューナーですね。これはセットとかには含まれないので、別で買う必要があります。が、その価値あるなと感じています。まあ、みたいな感じでですね、まあ、周辺機器も含めまして、私はこのギターものすごく気に入っております。周辺機器がなかったとしてもですね、これ普通に使ってますね。うん。なので、なんかいいギターないかなと思ってる方、すべてにおすすめするのが、このエンヤの NEXG シリーズになっております。概要欄にリンク貼っておきますので、見てもらえたら嬉しいなと思います。ちなみに、クマッケのクーポンコードを使うと 15% オフで購入することができますので、そちらもお気軽にご利用ください。ということで、皆さんのギター弾き語り上達を心から応援しています。